2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。今度こそ自家用ジェット機が買えると12億円ぐらい稼げると思うんですけども、どうでしょうかね。今度こそ稼げると思うんだけども、非常にね、大変です。ちょっとね、万が一の時にね、老人ホームに入んないといけないかもしれないということでね、どういう施設があるかちょっと見てみました。で、一番高いね、高級なね、老人ホームを見せたんですけど、まあ月額100万ぐらいなんですね。で、60万ぐらいの予算をということでね、そういうのをちょっと一応いざという時にね、月60万ぐらい払わないといけない。で、私は年金がないんで、資金から出さないといけないわけですね。貯金からね。でね、今日、昨日電話したところが、私がね住んでた成城のね老人ホームにちょっと電話かけてみました。だから親切に、ね、教えてくれたんですけれども、まあ月額はね35万で、頭金が5000万必要らしいですね。私が入るには5000万必要だそうです。4500万って言ってましたけどね、まあ5000万ぐらいだと思います。5000万払って毎月35万ですね。支払いすれば、老人東京のね、世田谷の成城の老人ホームには入れるそうですね。今35万年金で払える人っていうのは、大きい会社に勤めてた人だね。大体35万ぐらい、基金があるんですね。基金がね、どのぐらい入るかな。パナソニック、私勤めてた会社で言えば、私もね、松下年金基金は少しはある、入ってんだけど、6000しかないんですよ。1年ちょっとで辞めちゃったから。で、6000ぐらいなんだよね、1年間で。だったね、私はね。6000もらえる、65からね。だから6000だから、金属、僕は1年ぐらいでしょ。1年ちょっとで、まあ1年と考えて、1年で6000だから、10年で6万でしょ。20年で12万。30年で、マスター基金ね。だから、30年、18万ね。厚生年金基金ね、サブ18万はもらえるんだね、30年勤務で。だから35年だから、18年だから20万ぐらいもらえるですね。20万ちょっともらえますね。大卒から、20歳ぐらいから勤めてね、60まで勤めたら20万ちょっとですね。松下、私で1年ちょっと勤めて6000だからね、1年間でね、その、それで計算すると60まで、定年まで勤めてたら20万ちょっとと、あと厚生年金ってありますよ、これがあるから結構40万近くもらえるね、一人でね。40万ぐらいもらえるんで、正常のね老人ホームに入ってる人たちはそういう人たちだね。35万っていうから、で退職金で入るでしょ、ね、で4500万払って、でね、まあ5000万近く払ってすると老人ホーム入れるんですよ、60からはね。で毎月35万だそうですね。で、大体そんなもんみたいですね。東京なんかはね、35万ぐらいです。だから、5万は余っ、
5万余るわけですね、生活費でね。だからこれは お小遣いに使うんですね、きっとね。東京の、まあ一流の老人ホームね、成城に私住んでたんで、そこに問い合わせて電話で聞いてましたけど、30分以上話しましたね、長くね。まあ4500万支払って35万ぐらいで、60万ぐらいだと思う、一番いいの探してたんで、一番高いのを見てたんでね、60万だと思ったんだけど、月額ね35万だそうですね、老人ホームね。だあとね、自由に健康であれば自由に出勤、外出ても平気だそうです、言っと言えばね。で、あと多少団体生活があるんで、老人ホームだからね、そういうのがあるんで、そういう付き合いがちょっとあるんで、ちょっと大変だそうです。普通の、私は普通の人じゃないからね。ただそれが問題だなということでね、言ってましたけども、私の場合は老人ホーム入っても、サラリーマンじゃないけども出勤しないといけないからね、年金がないから、働かないといけないんですよ、死ぬまで。だから老人ホームに入って生活でも出勤して、また夕方帰ってきて仕事行って帰ってこないといけないわけです。他は年金で食ってる、出してるわけですよね。私の場合年金がないから、老人ホーム入っても何歳入ってたって、80、90入ってたって、出勤してないといけないんでね、また仕事してないといけないんです。だからみんなと遊ぶこともできないんだけどね、でちょっと余裕はないから話すこともできないけども、老人ホームも私が入って呼吸